カニエ高校跡地にあるカニエ町希望の丘広場、愛知県立カニエ高等学校は、愛知県天郡蟹江町、新し千秋5歳50にあった、普通科の県立高等学校。1971年に開校。愛知県立海南高等学校と統合されて、愛知県立海小高等学校が開校したことで、カニエ高校は2007年に閉校した。 1971年4月、愛知県天郡蟹江町に愛知県立蟹江高等学校が開校した。近鉄名古屋線、富吉駅から徒歩12分の高立地にあり、周囲を田園や水橋に囲まれた豊かな教育環境にあった。西側には全田川が流れている。1976年度の生徒数は989人。年3回実施されていた。 歩行会では男子が7キロメートルの距離を女子が5キロメートルの距離を歩く。愛知県の第一次高等学校再編計画に基づき2005年4月には海部軍十四山村の愛知県立海南高等学校の校地に愛知県立海小高等学校が創立され一期生が入学。海南高校は二千七年三月まで海省高校に併存したが カニエ高校は2004年度を最後に新規入学者の募集を停止した。2007年3月に2004年度入学者が卒業したことで、カニエ高校は廃校となり、3月3日に閉校式が行われた。2014年4月、隣接地に愛知大学名古屋校舎カニエグラウンドが完成し、準航式野球部、軟式野球部、ラグビー部、ラクロス部、公式定球部、 ソフトテニス部、テニスサークルなどが利用している。2015年3月21日、カニエ高校跡地にカニエ町規模の丘広場が完成した。会議室や防災備蓄倉庫などがある管理棟、バーベキュー場、フットサルコートなどを有する。管理棟は愛知大学名古屋校舎カニエグラウンドを使用する。学生も利用できる。ありがとうございます。